どうもサボリです。トカゲを探しに来ました。ヘビゲットふふ詳しい場所は教えられないんですけど、ここら辺はよくトカゲが出るんですよ。一応ね、カメラ2台体制でトカゲが出るのか。トカゲはこの網で捕まえます。果たしてトカゲが出るのか。去年はここら辺で隠れるのを目撃しました。簡単にはね、出てこないと思うんですよ。簡単には出てきません。それまでずっと待機状態。お、違いました。違いましたね。お、アリンコがいる。ああ、期待できます。期待できます。いたんだけどな、ちっちゃいやつ、すんごいちっちゃいやついた。見えた？見えた？いなくなった。見失いました。確実にいます。すごいね、ちっちゃいやつが。ここら辺の落ち葉が邪魔だ。撮影しながらだと厳しいな、やっぱり。網作戦は厳しいかな。ここら辺にもなんかいそうな雰囲気だな。こっちの下あたりは、枯葉の下あたりいそうな雰囲気なんだけど、いたぞ。ここの木の下にいるわ。無理だろ、こんなの。隠れ場所たくさんある。無理だ。尻尾が見えたんですよ、青いやつ。隠れました。無理だよ。ここにもいます。かなりね、警戒心がある。今顔出したんですよ。ちょっと一歩動いたら茂みの中入っていった。かなり警戒心がある。パッと見ね、3匹ぐらいはいます。小
さいやつとちょっと大きいやつ確認できました。動いたら負けだ。動いたら負けです。蛇がいた。でかい蛇がいた。蛇捕まえる。うわヘビゲット。でかいヘビが。おい、登れ登れ登れ。うわ。ちょっとケース。見えてる？これ何ヘビか？毒ヘビ？毒ヘビ？こいつにトカゲが食われるんだ。よし、逃げられてしまいました。ここね、勝手に脱走したみたい。自分で開けて逃げられちゃった。うん、ちょっとヘビが飼いきれないんでね、しょうがないかな。大失態です。開けるんだね。ヘビはね、勝手に開けて出てきます。これね、ロックするの忘れました。でかいのがいる。かなりでかいぞ。この草の中、もう逃げられたかな。音がする。ザワザワしてる。トカゲ発見してからカメラ回しても遅いんですよ。ボサが好きなのか。このボサからこう出てきた時に捕まえれるかどうか。厳しいな。捕獲しました。捕獲した。6時間の成果はトカゲを5回ぐらい目撃しました。カメラに映ってるかどうかはちょっと分かんないです。1匹捕まえたんですけど逃げられてしまいました。ヘビは捕獲したんですけど脱走されました。だんだん天気が悪くなってきました。また来週挑戦します。以上、野生のヘビとトカゲでした。ありがとうございました。いやー、いろいろね、悔いが残りますね。いろいろ悔いが残ります。お前鹿か。こっちみんな鹿ね、結構強いんですよ。本気出されたら勝てません。あれに刺されたら殺されます。近づきすぎると逃げられるか襲われます。ここはね、ちょうど車が通る。危ない。よし、ちょっとね、観光客もね、車
撤退します。39番、こっちみんな